宇都宮大学夏季インターンシップにご参加中の皆さん、こんにちは。宇都宮大学 OB の鈴木圭介です。私は地域経済科学部社会基盤デザイン学科の前身である法学部芸術学科を2017年に卒業し、2019年に修了しました。宇都宮大学では最先端の専門知識を学ぶことができるほか、地域に根ざした実習や研究活動を行うことができます。加えて宇都宮大学では海外で調査研究留学を行う機会やそれを支援する制度が十分に整っていると思います。私は大学時代に3度インドネシアで調査を行いました。現地の水道局を複数回り、ヒアリングや水質調査をしました。また電波が届かないような山奥で現地の友達と一晩を過ごしたりすることもありました。現在はその知見を生かし、オリエンタルコンサルタンツグローバルで開発途上国のインフラを整備する仕事に携わっております。私は空港部に所属し、東ティモール、コートジボワール、パプアニューギニアの空港整備に関わる仕事を主に行っています。滑走路や誘導路などの空港施設を設計する際には、宇都宮大学で学んだ土木の知識がとても役に立っています。また学業だけでなく、宇都宮大学ではサークルや部活動が豊富にあり、充実した学生生活を送ることができます。私は在学時代フットサルサークルに入り、工学部だけでなく他学部の友人と共にフットサルをし楽しみました。皆さんも宇都宮大学で学び、その後私と一緒に開発途上国で働きましょう。ありがとうございました。